ジャーリーガーとしてのキャリアを含め、プロ野球選手として活躍され、たゆまぬ努力と精進によって日米通算200勝を達成されるとともに、25年ぶりとなる広島東洋カープのセントラルリーグ優勝に大きく貢献されました。この輝かしい成果は広島の誇りとして、青少年に夢と勇気を、また多くの県民に深い感動を与えました。ここに広島県民栄誉賞を贈り、その功績を称えます。平成28年9月に広島県民を迎えます。平成28年9月22日、広島県民に向かっています。